ははいこんにちのの久保です選挙の時期ですす選挙時期よね10月31日投開票がありますんでその時に、まあ、全てが決まるわけなんですが今回ね私はね北海道旭川に、あのー、その地区でですね出馬されている斎藤忠之さんにちょっとねフォーカスを当てたいと思うんですよで以前から私 YouTube の方で何回も申し上げてきましたけどもこの北海道旭川というね 町で北西中学っていうのがあるんですけどもそこで、まあ、あの中学生の女の子がいじめによってですね命を絶たれてしまうという事件がありました私はこれはあ積極的な殺人事件だと思うんですよねそして関与している方が多いがゆえに誰が当事者なのか誰が首謀者なのか分かりにくくなっているところに、まあ、最大の闇があるとそしてですねそれを取りまとめている北西中学の教頭とかねそれから西川市長 この辺りがね。その隠蔽に積極的な関与をしていて、事件の全容が分かりにくくなっていて、まあ、ともすればね。あの泣き寝入りとか時効を狙ってるんではないかと思えるぐらいなんですよ。まあ、そういった鬱屈した状況を打破するために。まあ、政治家としてですね。メスを切り込んでくださろうとしているのが斉藤忠之さんなんですよね。 これはね、北海道旭川の事件に関わらず、日本全国で起きている表面化しているものと表面化していない陰湿ないじめ、そしていじめによって命を絶ってしまった、もしくは命は失わなかったんだけども、死ぬほど苦しい、生き地獄を味わっている、まあ、幼いね、命に対してのメッセージだと思います。本来なら、本来なんですよ、政治家とかではなくって、私たち普通の人がですね、普通のお父さんお母さん、普通の近所のおじちゃんおばちゃんが守らなければならない命ですよ。 なんでこんなことまで地域では何もできずにこういったね権力を持っている人に頼らなくてはいけないのか非常に情けないですよね、まあ、よく昔からね近所にはガミガミおじさんがいてそういうのが目を光らしてるから不正が起きにくかったみたいなねそんな、うん、良好な相互監視っていうのはあったかもしれませんけども今どうですかね当然私ももうね4050になってきてですねその近所のガミガミおじさんにならなければいけない年です まあですので近所に住んでいる子どもたちと積極的に関わってねえそしてえいいこと悪いことこういったことは恥ずかしがらずに自分なりの正義を貫いていくことで近所のお父様方お母様方地域の方と普段から関わりを持っておくこと非常に大事だと思いましてえそれでねそれをやっているつもりではありますけどもそれでもねいじめとかこういった隠蔽ってのはまさにそういった私みたいなのが気づかないように気づかないように行われているから隠蔽でありいじめであるんですよね。 すぐに分かるようないじめはこれいじめではないんですよ。バレてしまえばそれはね、隠蔽でも何でもないんですよ。う本当にそういうふうなね、いじめや隠蔽をする者たちっていうのは狡猾でですね、ずる賢くて、時には権力を使ってお金を使って脅しを使って、ひどいやつなんですよ、うん。まあそれに対して最も悪なのは同調圧力ですよね。関わりたくないと。自分が責任を取りたくない。とばっちり受けたくないというね。 自分さえ良ければいい精神がこのね、はびこっていて、それがある特定の人に押し寄せてるんではないかなと思います。えー、結局はね、やっぱりね、力あるものが全てを決めていくんですよ。まあですんでね、私もね、自分の体を鍛え、精神を鍛え、お金の力を鍛えてですね、もうどんな権力にも屈しないようなね、どんな脅しにも屈しないような、そんな人間にこれからももっとね、なっていこうかと思います。まあ一番はですね、睨みが効く人間ですよね。本当にね、 あのカッと火がついてねガッとね感情的に、えーまあ、怒ると言いますかね怒鳴り散らすというかね、まあ、そういったいわゆる任教道みたいなのが必要なんじゃないかなと思います私もねやっぱこう任教っていう言葉はなんかお役ざさんとか反社会勢力みたいなのとごっちゃになってますけども本来日本男女の生き方ですよ武士道でありね、えー、自分を顧みない、えー、もう正義を貫く精神、うん、強いものにあのこびることなくね弱いものに 圧力をかけることなく弱きを助け強きをくじくこの精神でいかねばならないのかなと思います、うん、まあ損ばっかりですけどねこんなことやってればそれでいいんですよやっぱりね私たち成熟した大人が損を買って出なければもうこの地域は守れませんこの国は守れない子供たちの暮らしは守れないもしねもし子供たちのことを思うなら未来のこの国のことを思うなら、うん、やはりね 自分が割り送ってでも若者を守っていくぐらいの先輩面をしてもいいんじゃないかなと思いますよねもちろん自分さえ良ければいいという精神もあるでしょう特に30過ぎ40過ぎ50過ぎでいくとなんで俺ばっかりなんで私がこんな目にこういうふうになっていくわけですよ、うん、どうですかねおそらくなんで私がこんな目にというふうなね思いの中には前の世代の人が作ったツケを押し付けられているという部分もあるでしょう だから私たちでで止めなななけければいけないのかなと思うんですよ私たちも自分の辛さや弱さを次の世代に押し付けようとしてるんではないかなと考えるところにこの負の連鎖があるのかなと。で最後にですね私はね三方よしという言葉を皆さんにお届けしたいんですけども私の速化塾ではね三方よしより四方よし四方より五方よしっていうふうに教えてるわけなんですよね。それはどういうことかっていうと三方よしっていうのは自分よし相手よし世間よしでしょ。 これが商売の原則ですよってことなんですけども、四方よしっていうのは、この三方よしをやるがゆえに、次の世代にツケを回すなってことなんですよ。つまり、次の世代よしまで行かなきゃ、あの三方よしが現代風のね、四方よしにならないよってことなんですよ。さらに言うとですね、前の世代よし。つまり、ご老人とかね、お年を召された方。確かに今、お年をね、重ねられた方の数が多いです。そしてそういう人たちが豊かに暮らしたい。もうね、 争い事ではなくて、穏やかに暮らしたいっていう気持ちはあるでしょ。これ当然なんですよ。なぜなら、七十代、八十代の方は、今日いきなり七十八十で生まれたわけではないんですよ。やはり、青春時代があって、苦悩の時代があって、高度経済成長があり、バブル崩壊に翻弄されて、そして、今、落ち着いたあ、ラストシーンをね、描こうとしてるんで、えー、このね、政治ってのが、老人向けになるのは、これはね、真っ当だと思います、私は。真っ当ですよ。だからこそ、 このご法要氏の一番最後に、やっぱりね、前の世代の方のおかげで平和な国ができた、戦争が終わった、高度経済成長が成功した、そういったところがあると思います。ですんで、前の世代の経緯も忘れてはいけないかと思うんですけども、ただね、バランスの問題ですよ。今の若い世代が、とかく死にすぎるわけですよ。何をやってるんだと。10代から30代の死亡原因の一番が自殺ですよ。どんな国なんだ、これはと思いますよね。 ということも込みでですね、今回は斎藤忠之さんの街頭、まあ、演説の模様ですね、令和たけちゃんの YouTube から動画概要欄につけておきますので、よろしかったらご覧いただきたいと思います。それでは、今回は以上です。頑張ってください。